ははい、えー、こんにちはレールの笹です、えー、と今日はですね、あのいつもちょっと違いまして、えーと、私の本業に関わることの情報のシェアです。えー、コンピューターでもないし、音楽でもないし、あの税金の関連ですね、私、あの本業、税理士という仕事をやっておりますので、えー、で実は、ね、昨日あの無料の税相談でお手伝いに行ってきたんですよ、あのもう全国からね、えー、電話ですね。あの いろいろ統一性が入ってくるんですけどもそういうふうに対応するという仕事の、えー、手伝いに行ってきたんですけれども、えー、その時にこう得られた情報なんかで、えー、お役に立てるんじゃないのかなっていうふうなことをシェアしたいと思います。えー、っとね 去年からじゃないですか、あのコロナ感染症であの、特に大都市圏はなかなか大変だという話を聞いてるんですけども、えー、無料ので相談会場ですね、あのかなり、ね、国税庁も神経を配って、えー、感染予防であの検温したりとかね。 えー、アルコール消毒液を、うん、使うとか、えー、間隔を空けるとか疲労さを確保するとかコミュニティうにしないとかっていう,ふうに、えー、気を配っている,、えー、るんですね。で、で今年からね、これは画期的なと思ったんですけれども、その相談会場、無料の相談会場ですね、えー、ここをあのオンラインで、えー、予約できるようになったんだそうです。えー、オンンラインあのっていうあの、えー ソフトがありますよねあの私も iPhone 使ってますけども、あのそうすると、LINE というアプリ、えー、私もあの入れてますけども、えー、この LINE で,ですね、えー、その無料の予算会場への申し込みをすることができるようになっておりました。あの前は、ね、去年、一昨年なんかは、まあ、その日行って、 で順番待ってるみたいな感じだったんですけど、それだとね、やっぱり危ないですよね、コロナ感染症での危険がありますから、あまりあの込み入った状況になるのはよくないんですよ、そこでえその予約制にして、人数がこう込み入った状況にならないようにということなんですけれども。 それがその、うん、スマホなんかで使える、うん、LINE ですね、まあ、パソコンでも使えるのかな、LINE で、えー、っと申し込めるんだそうです、で一旦とかに聞いたら、ですね、えー、っと国税庁とお友達になってくださいとおっしゃってましたけどもね、えー、検索して国税庁とお友達になって、そうすると、あそういったその確定申告会場へいついつ、 言い,たいんだけどもってことこでで、えー、予約ができるそうですその辺の詳しいことはね国立庁のホームページで、えー、グッタと出てきましたんでこんなことですね。あとねあの、まあ、中にあの私はスマホ持ってない人らよく分かんないよなんて方もあの電話で、あのー、少なさっていらっしゃったんですけどもそれはあの、えー、と直接その会場に行ってそこで整理券をもらって。 そうすると、大体何時後になりますから、あのその時にあにおいでくださいみたいな感じで、であの人数制限かけて、あの密にならないようにというふうなことでやるんだそうです、あとそれからね、あのあの日程とか場所とか、よくあのインターネットとか、あるいはあの電話して確認なさってください、あのその場所によって、いつから始まるとかっていうのがあ,ありますもんですから。 うんそのあたりもよく確認してせっかく行ったのに、ね、やってなかったんての,にの申し訳ない話なもので、えー、っと今年から、ね、要するにまあその、えー、っとコロナ感染対策ということで基本的に予約制になって、えー、納税相談解除ですけれどもこ、ね、みいった状況を作らないようにいいろいろ工夫がなされているようですのでいつもとちょっと違いますんであのでそのあたりを、えー、皆様よく。 あのご注意いただいて、まあ、とにかくあのこコロナだけは絶対もらわないように、皆さんどうぞ、まあ、お気をつけて、あの納税相談、納税申告なさっていただければというふうに思っております。えー、ここまでがご紹介で、あと、<laughs> やりながらね、本当、大変なんですよ、あの特に去年、まあ、今も続いてますけども、コロナ感染症の関係で、あは皆様、相当苦労なさってるなというのが、電話で伝わってきますね。 あの事業収益や減になって、いやもう年だしも商売やめようかな,なんてね方もいらっしゃったりだとか、あのほんと皆さん大変なんだなと思います、だからそういう大変な中でねあの納税なさるわけですよ、国民の義務だからということでね、えー、だこういうその税収っていうのはねやっぱ大事に使わなきゃいかんない、ね、効果的に使わないといけないと思いますね。あの まあ身近な分野だとあの例えばコンピューター関係なんかだと、ねまあ、あの助成金なんかをもらって研究開発するなんてケースもあろうかと思うんですけども、えーやっぱりね、そのもらった助成金というのは、ね、そ,のそういった皆様の,その大変な苦労の結果として税収が得られているのでそこはもう大切に使ってです、ね、それで必ずその見合った成果それ以上の成果を出して世の中に貢献をすると。 いいうことととはあのとても大切だと思いますまあもちろんあの彼、ー、氏もね直ちにあの成果に直結するっていうふうな分野じゃない分野もあるかと思うんです基,基礎基礎的な分野ですとかあるいはその、えー、考古学みたいにその、えー、文明的にはあの非常に有用なんだろうけど直ちに現在のその 社会情勢に貢献するかどうかは分からないというような分野もあってそれもそういうので大切なことかと思うんですけどもコンピューターに関してはかなり実利に実益に直結している分野ですのでそういった助成金開発の場合には直ちにその結果を出して世の中に貢献して税収として貢献された方々にお返しするというふうな あ、ことが、あ、求まるんではないかななんて思いながらね、きっとやってました。あの、本当ね、終わった時はね、酸欠倒れるかと思ってました。もうね、ひ、気なしで上がってくるんですよ。あの、意見終わってやれやると思って電話送ってね、ま、たプルプルってなるんですよね。それがね、もう、ま、土地を日休み1時間ありましてね、9時から5時近くまでね、ずっとやってて、ね。 あもう体力の限界かななんて思いながらね、えー、やってました、秘、まあ,あの,諸の方々っていうのは、本当、毎日それの連続ですんでねあの、大変だなと思いますけど、どうぞあの、関係者の皆様もあの、コロナにお気をつけて、健康に有利して、えー、頑張っていただきたいと思っております。はい、今日はちょょっと違うう話でししした、えー、またままお会いしましょう